ートレース平和島第35回 SG グランプリ、今日からは賞金上位メンバーが加わるトライアルセカンドが始まります。まずは1つ目第11レースが始まりました。対戦メンバーは1号艇ブス島誠、2号艇吉川元博、3号艇寺田翔、4号艇平本正幸、5号艇松井茂、6号艇菊池光平、以上の6選手の対戦です。さあここ並びの方は定番順となっていきそうです。まずはインコース1号艇ブス島誠、チャレンジカップ優勝でランキング2位に上げてきました。グランプリは4年連続7回目、そして今大会唯一の関東勢からの出場です。2コースは2号艇吉川元博、今年はクラシック連覇から始まった年、グランプリは3年連続4回目の出場です。3号艇の寺田翔が3コース、こちらはグランプリ3年ぶり3回目の出場、今年は SG 下関メモリアル、そして直前の BBC トーナメントを制しています。そして後方には3艇が引いて、4コース角は4号艇平本正幸、トライアルファーストは2連勝としてきました。5コースは5号艇の松井茂、天地好タイムが出ています。サイアウト6コースは6号艇菊池光平、さあこの外枠どうクリアしていくでしょうか。スタイルは3対3と分かれました。第11レーストライアルセカンド、進入地から1番2番3番4番5番6番スタートしました。2コースは2号艇の吉川、センター3コース3号艇寺田も好スタートを切っていますが、一線から1号艇ブス島逃げていきます。2コースから2号艇の吉川が握っていきますが、受け止めた1号艇ブス島が逃げました。バックスレッジへ入って1点進半リードを作りました。スタートは前提正常、追っていく2号艇吉川が2番手、その後方ですが3番手です。3号艇の寺田、5号艇の松井、この両選手が並んで1周2マークを迎えます。2マークは1号艇のブス島が先行ターン、2号艇の吉川が2番手旋回、3番手争いからは3号艇の寺田が進出して、上位は1番2番3番で直線構成変わりました。レースは2周目に入っていきます。3番手後方定冠は5停止ぐらい開いて、後ろは5番6番4番と追走、2周目第1ターンマークを迎えます。トップは1号艇の西島がリードを広げていきます。2番手は2号艇吉川旋回、3番手も3号艇の寺田と変わっていません。確定の定冠は徐々に開いてきました。3番手の後ろも大きく水が空いて、後方は5番の松井、4番の平本、6番の菊池が追走しています。レースは2周目にマーク、先頭から1番2番3番の体勢で折り返します。トップはリードを取りました。1号艇の西島、大きくリードを作ってこれから最終周回へ突っていきます。2番手には2号艇の吉川が追走して、3号艇の寺田が3番手、内枠の3人が前を作っています。後方も定冠開いて4番5番6番と追走、3周第1ターンマーから最後の向こう正面独走になりました。1号艇ブス島が先頭、2番手は2号艇の吉川が続いて、3番手は3号艇寺田、上位体制は1番2番3番でラストコーナー旋回に向かいます。さあここは人気サイドの決着となりそうです。1号艇ブス島誠が先頭でラストコーナー旋回、2号艇吉川元博2番手、3号艇寺田翔3番手、第11レーストライアルセカンド体制は1、2、3でゴール。先頭1番ブス島ゴールイン、2着は2番の吉川ゴールイン、3着は3番寺田ゴールイン、後ろは4番平本、5番松井、6番菊池ゴールインです。ボートレース平和島が舞台の SG 第35回グランプリ、12レースはトライアルセカンド、6選手が登場しました。対戦メンバーは1号艇峰竜太、2号艇篠崎仁、3号艇深谷智博、4号艇白井英二、5号艇西山隆弘、6号艇新田雄志、以上の6選手の対戦です。スタートまでは1分を切りました。インコースは1号艇の峰竜太、今年は SGG1 含め実に13回の優勝、賞金ランキングトップでグランプリは4年連続7回目の出場です。2コースは2号艇の篠崎仁、オールスターで SG 初制覇、自身初の獲得賞金1億円超えでのグランプリ3年ぶり3回目です。3コース3号艇の深谷智弘は今年は SG 初輸出初 V ダービー王となってのグランプリ出場、初出場です。そして後方には3艇が引きました。4コース角1は4号艇白井英二、トライアルファーストは1着3着気迫こもっている走りが見せています。そして5コースは5号艇西山隆弘、昨日はまくり切って自力でセカンド進出を決めました。アウト6コースは6号艇の新田雄志で、スタイルは3対3です。
第12レーストライアルセカンド進入地から1番、2番、3番、4番、5番、6番がスタートしました。センター3コースからは3号艇の深谷、4コースからは4号艇白井のスタート。一周1マークですがインコース1号艇峰ですが、センター3コース3号艇深谷が握って攻めていきます。バックスレッジへ入っていきますが、以前1号艇の峰が応戦して向こう上面中間点では1点進2点進前へ出ました。スタートは前提正常、外を行った3号艇の深谷が2番手、その後方ですが3番手を内を通って4号艇の白井が追っていきます。一周2マークは1号艇峰が先頭、握っていく3号艇の深谷ですが、ここは2番手の位置は変わらず3番手4号艇白井と折り返しました。後方から猛然と迫っていくのが6号艇の新田、前との差は現在は2点進、しかし体勢は1番3番4番で2周目男子ターンマークに向かっていきます。先頭1号艇ミナは4点進から5点進のリードで2周1マークを旋回、3号艇の深谷が追って2番手、2、3番手定間を大きく開いて4号艇の白井が3番手、後方差が詰まっていきますが6号艇の新田、上位体制は1番、3番、4番ですが3、4番での差じわりと迫っていきます。レースは2周目にマークの攻防、1号艇の峰が先頭、3号艇の深谷2番手、3番手は4号艇の白井がコーナー先に回って6号艇の新田を追っていきますが、ここは低間隔は開いていきました。上位体制1番、3番、4番でラスト1周へと入っていきます。3番手、4番手現在差は5点進ほど、6号艇の新田が4番手、後ろは低間離れました2番の篠崎、最後方5番の西山が追っています。先頭から1番、3番、4番の体型で最後の向こう正面に入りました。先頭は1号艇の峰雄太、ここはインから押し切りました。2番手は3号艇の深谷が追走、4号艇の白井が3番手、上位体制は1番、3番、4番でラストコーナー旋回を迎えます。今日のトライアル時間とはいずれもインディエ決着ということになりました。1番、3番、4番で第12レースまもなくゴールを迎えます。先頭1番峰、1着でゴールイン、2着は3番の深谷、3着は4番の白井、ゴールイン、6番新田、2番篠崎、ラストは5番西山、ゴールインです。